はいどうもリリーです。ということで前回に引き続きまして流氷物語号に乗車した後、知床シャリからこちらの快速知床満州号に乗車をして標茶に到着です。向かい側になんか変な電車が止まってますよね。電車というか車両ですか。こちらがですね今回乗車をしていく DL 冬の出現号ですね。これもちょっとね一悶着あった列車ですので、これからちょっと馬をゆっくり見ていこうと思います。折り返し時間まで1時間ぐらいあるんですよね。なんで結構時間はありますのでゆっくりしましょう。赤いディーゼル機関車がついてたと思うんですよね。いつもだったらあのディーゼルがいる場所に SL がくっついてるんですね。 C11 型機っていう、まあ、SL なんですけど、今日はなぜかそれがついていないと。なんでなんだろうっていうことなんですけれども、実はですね1月の終わりぐらいですかねに C11 の、ピストン周りのなんか部品がぶっ壊れちゃったらしいんですよね。で1回壊れて、でまた新しい部品を製造して何度か試運転をやったんですけれども、その製造した部品がまた壊れちゃったっていうね、大変なことになっちゃったんですよね。でもう SL 冬の自然号の運行に間に合わないということで、急遽ああいう風に、ね、DL がくっついてるわけなんですね。個人的にはね冬の出現号で逆運転っていう、バック運転 SL が逆向きでくっついてそれを引っ張っていくっていう全国唯一の珍しい列車なんで、それをね見てみたかったんですけど、まあでも DL もそれはそれでいいかなということで、 DL で逆運転とかやってくれたらいいんですよね。あのまままバスバックで後ろから押すみたいなね。自動改札通さないでくださいね。はい、わかりました。はい、はい、ここでシートチェックなんですけれども、シートはこんな感じでボックスシートが並んでいます。この14系ってもともとリクライニングシートだったんですけど、これが古いタイプのボックスシートに乾燥されています。モケットの方も結構おしゃれな柄に張り替えられてるんですよね。それにプラスしてこんなでっかい木製のテーブルがついています。さすがは観光列車ということで、でこのテーブルのところにもね、ちゃんとコロナ対策でアクリル板があるんですけど、このアクリル板ね芸が細かいなと思ったのが、ちゃんと SL 冬の出現号のロゴが入ってるんですよ。手抜き感がなくていいですよね。めっちゃ上から目線だと思うんですけど、発車前に車掌さんから乗車証明書が配られました。本当は SL なんでね、こんな風に払い戻しのご案内という風に書いてあります。ただ今回僕はね払い戻ししませんでした。払い戻ししちゃうと切符が回収されちゃうので、ちょっとそれが残念だなという、まあ、JR 北海道への貢献にもなるんでボランティア精神ですよ。皆様今日は2020年にご乗車いただきましてありがとうございます。さて帝国で標茶を発車していきます。車内放送も流れていますが、これすごいのが実はこの14系客車ね、スピーカーが乾燥されていて、もう BOSE の高級スピーカーが搭載されてるんですよ。よくある国鉄車両のスピーカーじゃないのでめちゃめちゃ音質いいんですよね。この14系ね、こんな風に放送設備に関してはメガ進化されてるんですね。標茶発車後もねもうすぐに雪原が見えてきます。ここから先列車は釧路湿原へと入っていくんですね。さて早速凍りついた釧路川が見えてきました。この辺からだんだんとね釧路湿原の中へと入っていきます。この列車が走る釧網本線というのはね、釧路湿原のど真ん中を突っ切っていくような路線なので、沿線の景色とかもねめちゃめちゃいいんですよね。
列車はもうすぐで、最初の停車駅茅沼に到着です。でこの茅沼駅がですねめちゃめちゃ有名なんですけど、その理由はもう見えてきましたね。そう、タンチョウズルンが絵付けされてるんですよね。この茅沼駅、国鉄時代は有人駅でした。あの駅員さんが常駐していたんですね。でその駅員さんがですね、毎年冬にやってくる鶴に向けてこう餌を駅前のこの空き地に置いておいたんですね。そしたらなんと餌付けに成功して、毎年自然と鶴がこの駅にね飛来するようになったっていう風な面白い駅なんですよね。釧路湿原イコールタンチョウズルみたいなところありますからね。列車の中からこういう風にタンチョウズルの観察ができるっていうのも結構面白いんじゃないでしょうかね。茅沼駅に集まってくるのは鶴だけじゃありません。人間たちもたくさん集まってくるんですよね。この茅沼駅の踏切のところはね結構有名な撮影スポットになってるので、珍しい TL 県員の冬の出現号を撮ることね、すごい人だかりができてましたね。この冬の出現号の編成でちょっと面白いのが、これ2号車だけね客車の形がまるで違うんですよね。これ2号車だけスハシ44型っていう、あの国鉄時代に作られた旧型客車がくっついてるんですよね。ドアもあの自動ドアなんて古すぎてくっついてないので、他の客車と違ってここだけ手動ドアになってるんですよね。なので乗客に勝手に開けられちゃ危ないからということで、ここはもう完全に開かないように封印されちゃってますね。今年の冬の出現号の目玉はね、あの DL だけじゃないですからね。1号車と5号車だけはね、あの今年に大幅リニューアル改造がされまして、タンチョウカーっていう風な名前がついてりもしたんですよね。ボックスシートの方もモケットが張り替えられているんですが、一番の目玉は線路に面したこのカウンター席ですよね。これ今まではこういうのくっついてなかったんですけど、新しく新設されました。でその極めつけはこの展望スペースですよね。足元まで続いているこの窓に、壁の方にもねこういう風な、まあ、クッションがついているので、ここに寄りかかって、釧路湿原のね大パノラマを楽しむことができるんですよね。すごいな、なんて言うんでしょうね、もう最高に眺めがいいんですよね。東路駅に着くまでずっと僕この場所にいましたね。はい、列車は東路に到着です。この東路で約、12分ぐらいね普通列車の行き違いをするので停車するんですね。長時間停車、鉄道ファンにとってこのフレーズが意味するところはただ一つ、そう、撮影大会ですね。みんなこぞって写真を撮るわけですけれども、この東路駅には反対のホームに移動すれば結構綺麗なあの編成写真が撮れるんですよね。道路を過ぎたあたりからもう本格的にあの釧路湿原の奥深くへと入っていくので、あたり一面湿原の景色が広がるわけですね。さっきからねもうずっとあのエゾシカとかがね、あの車窓に現れてくるんですけど、なかなかカメラの撮影が間に合わないっていうね、はい、苦戦してますけど、釧路湿原の駅に到着です。この釧路湿原駅はね、名前の通りもう本当にあの湿原のど真ん中にあるような駅でして、列車でしかあのアクセスすることができないんですよね。それだけ秘境にあるということで、まあ、多分この駅の近くからあのカヌーとかで乗れるんでしょうね。で野生動物が出てきすぎて駅もないところでこんな風に止まってますけど、あの列車の前にこの時ね、あのエゾシカが座り込んじゃって、もう数分ずっともう湿原の林のど真ん中で緊急停車したんですよね。あのこういうことが日常茶飯事に起きるのがあの冬の北海道ですからね。冬に限った話じゃないと思うんですけど、さっき列車を妨害した家族が走り抜けて逃げていきますけど、座り込むだけ座り込んで一目散に解散っていう結構タチの悪いことしてるんですけど、ネタとはいえ鹿に切れるっていうちょっと寒いことしてるんですけど、はい。でもうすぐねあの釧路湿原も終わりに差し掛かりまして、見えてくるのがこの岩ぼっき水門です。釧路湿原を通っている釧路川っていうのは昔から結構氾濫がひどかったらしいんですよね。それを食い止めるべく建てられたのがこの岩ぼっき水門なんですけど、結局建てられてから一度も水門の門が開かれたことがないまま現在使われなくなってしまったんですよね。さてだいぶあの湿原の中からねあの出てきまして、だんだんと釧路の市街地へと入っていきます。まあ、降りるから
新釧路川っていうあの川を渡っていくんですよね。これは釧路川の支流だったのかな。あ、そういうことでもないかな。まあいいや。はい、ということでこの、 あの新釧路川橋梁はね、冬の出現後の有名撮影スポットにもなっています。さすがにこの時は日が落ちてきちゃってるんで撮ってる方は少なかったんですけど、ということで、あの釧路駅からちょっと歩いてね、はい、夕日の名所、何橋だっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、に、はい、やってきました。 DL 冬の出現号に乗ってきたわけなんですけど、まあ SL から DL になっちゃったのは残念ですが、それでも見える雄大な釧路出現の景色っていうのはね、変わりありませんので、乗っていてもう野生動物とかも間近に見えて、もうサファリパークみたいな体験ができるものすごい楽しい列車でしたね。あ、でね、この後は札幌の大雪の影響で特急が全面運休になっちゃってたので、普通列車で帯広に向かってますけれども、最後に40の車内の様子をね映しまして、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。